はい、旅マスベースからお届けしております旅マスでございます。今日はですねキャンプサイトね、に今いるんですけれども、今日やるのはですね、テント、まあ、実はですね、レンタルでですねテントを扱うことになりました。はい、なので、まあ、そちらをですね実際にちょっと立ててみようかという動画になります。はい、で今回は、こちらのユージャックさんのテントですね、はい、ユージャックさんのエントリードームテントです。はい、まあこの写真の通りね、非常に大きいテントでございます。一応ですね許容としては、大人3人子供2人、の、5人までは可能と、あ、まあ参考にというところですね。はい、でドーム型のテントって私ちょっと立てたことないので、まあそれの練習も兼ねてますのでちょっとね時間かかると思うんですけれども、まあ一度ちょっとこれを組み立ててみようかなと思っております。はい、これがですねまあレンタルで対応するということなので、まあテントお持ちじゃない方とかもねレンタルでこちら使っていただけますから、まあ、手ぶらとまではいかないですけれども、ある程度荷物を減らした状態で、キャンプ楽しんでいただけるんではないかなと思っております。はい、ちょっと頑張ってやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。必要なものはおそらくですけども、まあテント本体ですね、一式と、あとはまあハンマー、まあごめんなさい、ありものでちょっとゴムハンマーしかなかったんでゴムハンマー持ってきたんですけど、はい、ハンマーがあればできるかなと思いますんで、ちょっとやっていきたいと思います。はい、で説明書も一緒に同封されてましたので、お客様もねこれ見ながら作ってください。はい、はい、まずグランドシート、はい、インナーテントこっちでした。はい、はい、続いてですねインナーテントに組み立てるポールなんですが、色分けされてました。はい、グレーの色ねのポールを使うようです。はい、こういう感じでね。はい、次ペグを6本打ち込みます。ハンマーがなくなっちゃいました。どこ行ったんだろう。まあ、いや、まあ仮止めでね。はい、赤色のポール、はい、次フライシート、
はい、フライシートの手口6本。はい、すいません、ここからはですね、ストームロープ、まあロープですね、はい、このロープを6箇所、ペグ打ちするというところですね。はい、でごめんなさい、ちょっとね時間かかってるんでカメラの充電が止まっちゃいそうなので、一旦ここで止めます。はい、あとはもうあのカメラ止めて、綺麗に、調整して、お伝えする感じにさせてください。はい、すいませんけどあの一旦止めます。はい、なんとかね設置ができました。まあちょっと見ていただきましょう。こんな感じです。ちょっと仮なんでね、あのペグとかもかなり結構雑にね、あのゆるゆるにしてます。はい、まあすぐ撤収するんで、まあイメージだけでもねと思いまして、はい、こんな感じですね。いや思いのほかね、一人で立てるにはねでかい、でかかった。うん、二人いたらねすごく楽だと思います。一人だとねちょっと大変ですけど、まあこんな感じですね。ちょっと引きの映像、はい、こんな感じ。いいよね、いいですよね。そう、ちょっと一周してみましょうか。ぐるっと、まあで、あの部品っていうんですかね、あの部材というのか部品はですね余すことなく、使えました。はい、なんでまああのなくすことがなければもうそのままね、セットのまんま設置ができるという感じですかね。はい、なんていうんですかね、この入り口があってね、入り口っていうの、これなんていうの、キャノピー、入り口があってねでこれがインナーテント、もうこれ中入るともう完全な空間だね。すげえいいや。だこれももうちょっとね広げてね設置するのがいいのかも。はい、でペグ打ち込めるところがねまだあるんだよな。うん、だからあのお持ちの方はねペグ使ってまたちょっと強固にしてもいいのかなというところですね。はい、で中です。中はどんな感じでしょうか。はい、これはメッシュになってるけどどういうこと、このメッシュ何、あここ分かれますね。はい、だからちょっと入ってみましょう。ちょっと、はい、今中入りました。はい、でここだ、もう一個ねファスナーがあってこんな感じ。あ、いいね、いいよ、こんな感じになるんだね。そう、これがメッシュになってる。だからあの虫がね入らないよ、うちなんか虫多いからね。でこれはここにこう止める金具がついてます。はい、いいね、広い。ただね5人はやっぱりきついよ。うん、いいとこ3人だな。うん、大人2人子供1人ぐらいならね最高にいいかも。うん、でちょっと僕が寝て、あ、いいね、こんな感じ僕は寝てる姿見せた方がいいんでしょうけど、ちょっとあのカメラマンがいないので、はい、見える、こんな感じ。はい、こんな感じね、いいよね、すごい広いや、こんな広いんだ。でドーム型なんで高さも僕173センチぐらいあるんですけど頭つかないです。もう本当にピンと立てます。はい、中央部であればね。あ、待って、これ天井も窓になるんだね。
あー、だからこれ外側開けとけば天井も窓になるだね。こっちもね、すごいね。ちょっとこれ閉めちゃう。はい、そしてポケットがついてますね。はい、これも何だ。あ、これもメッシュになってる。あ、すごくいいね。通気性がいいんだね。反対側もメッシュになってます。はいね、いいね、すごいいいや。いや、ちょっと外出ますね。よいしょ。はい、というわけで、レンタルのテントですね、タミマスベースでキャンプのお客様、いらっしゃいましたらぜひレンタルね活用ください。ごめんなさい、本当ね初挑戦の設置なんで、あんま綺麗にはねできなかったんだけど、実際設置の際、言っていただければお手伝いはできるかと思いますんで、はい。まあ、あとはこのユージャックさんのね YouTube があると思いますんで、こちらもね、貼っておきます、概要欄に。なんで設置方法とかね、あるんじゃないかな、あったらちょっと貼っときますね。はい、ぜひ活用してください。はい、というわけで、旅マスベースのキャンプサイトレンタルテントご紹介しました。いや、疲れた。この後撤収します。止まることなく撤収させていただきますので、ぜひね使う方、第1号の方お待ちしておりますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、それではすいません、長い動画になりました。すいません。はい、ありがとうございました。